玄関の人とかは読み飛ばしてください。以前、俺は韓国人のタタラレ屋のところに半年ほどいたことがある。そのタタラレ屋を仮にマサさんと呼ぶことにする。マサさんは10代の頃に日本に渡ってきた、在日30年以上になる韓国人。韓国人には珍しい二文字姓の本名を持つ一族の出身で、在日朝鮮人実業家に呼び寄せられた先代の拝み屋だった父親について来日したらしい。マサさんというのは、その風貌から、現役時代のマサ斎藤というプロレスラーに似ているから。俺はある事件でたたりに遭い、命を落としそうになったことがある。その事件が生涯初めての霊体験であり、マサさんと知り合うきっかけになった。今日はその事件について書きたいと思う。俺の古くからの友人に P という在日朝鮮人の男がいる。P の実家は、焼肉屋にラブホテル、風俗店や金貸しを営む資産家だった。P 家の経営するラブホはカラオケやゲーム、ルームサービスも充実して流行っていた。事件があったのは、そんな P 家の経営するラブホの新店舗。新店舗もオープン当初は立地条件もよく流行っていたらしい。しかし、ある時を境に客足がガクッと落ち込んでしまった。まあ、お約束ってやつかな。どうもそのホテル、出るらしいんだ。そのホテルに出るだけじゃなく、P の実家のばあさんが亡くなり、お袋さんは重度のうつ病、親父さんも胃がんになるといった具合に身内の不幸が重なった。地元の商店街では P の家がたたられているという噂が流れていたようだ。そんな地元の噂を聞きつけたのか、拝み屋だか霊媒師だかのおばさんが P のところに売り込みに来たらしい。そのおばさんは P らのコミュニティでは、金には汚いけれど本物だということで結構有名な人だったようだ。自信たっぷりに。お前のところについている悪霊を払ってやる。失敗したら金はいらない。成功したら500万払え。と言ってきたらしい。P 本人は信心深い玉ではなく、鼻っから相手にする気はなかった。たかりの一種くらいにしか見ていなかった。しかし、P の親父さんは病気ですっかり参っていたせいもあって、このお払いの話に乗り気だったらしい。それでも500万という金はでかい。社長は親父さんだが、バカな無駄金を使うのを黙って見ているわけにはいかない。そこで、P は俺に。報酬10万に女もつける。出るという噂の部屋に一晩泊まってみてくれ。と頼んできた。ガキの頃から知っている俺が泊まって、何もなかったといえばアボジも納得するだろうと。万が一、本当に出たらおばさんにお払いを頼む。出なければ鹿として500万は他のラブホの改装の足しにでもする。俺はオカルトネタは大好きだけれど、霊感ってやつは皆無。心霊スポット巡りも嫌いじゃないので快諾した。P に頼まれた翌週末、午後8時過ぎくらいに P の知り合いが経営するカンデリの女の子と打ち合って、問題のホテルの508号室、角部屋、に入った。部屋に入った時点では霊感ゼロの俺が感じるものは特になかった。ただ、デリ嬢のユキちゃん、星の秋に、F カップ美乳、和仕切りに。寒い。と言っていた。夏とはいえキャミ姿で肩を出した服装。冷房がきついのかな、くらいにしか思わなかった。エアコンを止めてもユキちゃんが寒いと言っていたので、俺たちはバスタブに湯を溜めて風呂に入った。バスルームでイチャつきながら口で一発抜いてもらって、ベッドで三発やった。部屋にゴムは2個しかなかったので三発目は生だった。ユキちゃんはスケベですごいテクニシャン。3時間以上頑張ってさすがに疲れて、1時くらいには眠ってしまった。どれくらい眠っただろうか。俺は、耳元で爪を切るような。という音を聞いて目が覚めた。隣で眠っているはずのユキちゃんがいない。ソファーの上に畳んであった服もバッグもない。俺が寝ている間に帰ったのか？オールナイトで朝食も一緒に食べに行くはずだったのに。俺はタバコに火をつけようとしたが、オイル切れというわけでも、意思がなくなったわけでもないのにじっぽに火がつかない。部屋にあった紙マッチも湿ってしまっているのか火がつかない。俺はタバコを戻して周りを見渡した。部屋の雰囲気が違う。物の配置は変わらないのだけれど、すべてが色あせて古ぼけた感じ。それにかすかに匂う土っぽい匂い。俺は全身に嫌な汗をかいていた。体が異様に重い。目覚ましに熱いシャワーでも浴びようと思って、俺はバスルームに入った。シャワーの蛇口をひねる。しかし、お湯は出てこない。という音がして、ドブが腐ったような匂いがしてきた。
俺は内線でフロントに、シャワーが壊れているみたいなのだけれど、と電話した。フロントのおばさんは、今行きます。と答えた。俺は腰にバスタオルを巻いた状態で洗面台で顔を洗っていた。すると、入り口のドアをノックする音がする。ハンドタオルで顔を拭きながらドアの方を見ると、そこには全裸のゆきちゃんが立っていた。ゆきちゃんの様子がおかしい。目が黒目だけ?で真っ黒。そして、左手には白鞘の日本刀を持っている。ゆきちゃん、と声をかけても無言。そのまま迫ってくる。そして、刀を抜いた。やばい。俺は部屋に下がりテーブルの上にあったアルミの灰皿を雪の顔面に投げつけた。しかし、当たらない。いや、すり抜けた。今度は胸元にジッポを投げつける。しかし、これもすり抜けて、入り口のドアに当たりガンッと音を立てる。雪は刀を上段から大きく振り下ろした。かわそうにも体が重くて思うように動かない。俺は左手で顔面を守った。前腕の半ばで切断された俺の左腕が床に転がる。俺は小便を漏らしながら声にならない悲鳴を上げた。床にめり込んだ切っ先を抜いて構えた雪は、さらに左の肩口に刀を振り下ろす。左肩から溝落ちあたりまで切り裂かれる。俺は雪に体当たりしてドアの方に走る。地に滑って足を取られながら逃げたけれど背中を切られた。ドアを開けて外に逃げようとしたが鍵が閉まっている。俺は後ろを振り返った。その瞬間、雪が刀を振り下ろした。首に鈍い衝撃を感じ、次の瞬間。という音とともにおでこに強い衝撃と痛みを感じた。という音と生温かい液体の感触を右の方に感じながら、俺は意識を失った。俺は頭の先で。という音を聞いて目が覚めた。体中が痛い。頭もひどい二日酔いのようにガンガンする。音のする方を見ると雪がドアをガリガリ引っかいていた。何時間そうしていたのかは知らないけれど、両手の爪は剥がれて血まみれ。ドアには血の跡がいっぱいついていた。俺は雪の肩を揺すって雪ちゃんと声をかけたけれども、うつろな目で朝鮮語らしい言葉でブツブツ言っているだけで無反応。俺は雪を抱きかかえてベッドに運んだ。ベッドに雪を横たえると俺は部屋を見渡した。もちろん、俺の首も左腕もついてる。部屋の内装も真新しい。しかし、俺は恐怖に震えていた。バスルームではシャワーが出しっぱなしになっていた。入り口のドアの手前には俺が投げた灰皿とジッポライター。ベッドの手前のフローリングの床には小便の水たまり、そして真新しい傷。血痕と雪の持っていた刀はなかったが。俺は P に携帯で連絡を入れた。P は1時間ほどで人を連れてくるという。とりあえず俺は雪に服を着せ、シャワーを浴びた。熱い湯を体がふやけそうなくらいに浴び続けた。シャワーを出て洗面台で自分の姿を見た俺はまた凍りついた。首と左肩から溝落ちにかけて幅5ミリぐらいの線状のどす黒いあざになっていた。左腕も、背中を鏡に映すと背中にもあった。いずれも昨晩雪に刀で切られた場所だ。約束の時間に30分ほど遅れて P はデリヘルの店長とホテルの支配人。若い男二人を連れてやってきた。支配人はドアの爪痕を見て青い顔をして無言で突っ立っていた。デリヘルの店長はファビョンってギャラーはめいていた。雪は頭からタオルケットをかけられ、二人の若い男に支えられながら駐車場へ向かった。俺は P の車を運転しながら、P はものすごく酒臭かった。泥酔状態で運転してくるこいつの方が幽霊よりも怖い。昨晩起こった出来事を P に話し、お祓いすることを強く勧めた。さすがの P も俺の首と腕のあざを目にして納得したようだった。一週間ほどして P から連絡があった。次の月曜の晩にお祓いをする。現場を見るついでに俺の話も直接聞きたいらしいから、霊媒師のおばさんに会ってほしいということだった。俺の方も依存はなかった。俺は約束の時間に待ち合わせの場所に行った。霊媒師のおばさんは50歳ということだったが、割と綺麗な人だった。P に、雪はどうした?と聞くと、P は、ぶっ壊れて、もうダメみたい。韓国から家族が迎えに来るらしい。おばさんは俺の向かいの席に座り、俺の両手を握って俺の目を瞬きもしないで見つめた。10分くらいそうしたか、無言で手を離すと、P の家族も見たいという。俺たちは P の車に乗って P の実家に向かった。
おばさんは P の家の中を見て回り、俺の時と同じように P の親父さんとお袋さんの手を握って顔を凝視した。霊媒師のおばさんは、俺の時よりもさらに険しい顔をして P に、問題の部屋に連れて行って、と言った。俺たちは P の車に乗って霊のホテルに向かった。車中では3人とも無言だった。後部座席のおばさんは水晶の数珠を手に持って、声を出さずに唇だけでブツブツ何かを唱えていた。15分ほどで俺たちはホテルに着いた。俺たちは車から降りた。後部座席のドアが開いておばさんが車から降りた瞬間、おばさんが手にしていた数珠がパーンと弾け飛んだ。おばさんは顔に汗をびっしょりかいて怯えた様子で。ごめんなさい、これは私の手には負えない。気の毒だけれど、ごめんなさい。と言って大通りの方に足早に向かっていった。すると P はものすごい剣幕で。ふざけるな。金はいくらでも出すから何とかしてくれよ。と叫びながらおばさんを追った。おばさんは P を無視して早足で歩く。すがりつくように P は朝鮮語で泣きそうな声ではめき立てた。しかし、おばさんはタクシーを捕まえて、P を振り切って去っていってしまった。それから1ヶ月ほど経ったか？俺は困り果てていた。霊現象の類はなかったものの、ホテルでついたあざが生んでひどいことになっていた。はじめは化膿したニキビみたいなポツポツがあざの線に沿ってできる感じで、ちょっと痒いくらいだったが、やがてニキビは潰れただれて、傷は深くなっていった。ドロドロに生んで痛みもひどかった。皮膚科に通って抗生物質などの内服薬とステロイド系の軟膏を塗ったが全く効果はなかった。そんな時に P から連絡があった。今すぐ会いたいと。たった1ヶ月会わなかっただけなのに、P の姿は変わり果てていた。P は安田大サーカスのクロちゃんに似たピザだったが、別人のようにげっそりとやつれていた。肌の色はどす黒い土系色で、白髪が一気に増え、円形脱毛症だらけになっていた。P が消え入りそうな声で、よぉ？と声をかけてきた。俺が、どうしちゃったんだよ？と聞くと P は答えた。P は俺をホテルに迎えに行った晩から今日まで、あの部屋で毎晩切り丸されているらしい。丸されて次に目が覚めた時には自分の部屋にいるのだけれど、今いる自分の部屋よりあのホテルの部屋での出来事の方がリアルなのだという。P の話を聞いて俺もあの晩のことを思い出して嫌な汗をかいた。変わり果てた P の様子、霊媒師に逃げられた晩の必死な様子にも納得がいった。そして、1ヶ月もの間、毎晩あの恐怖にさらされながら正気を保っている P の精神力に驚きを隠せなかった。俺は P に、お払いはしなかったのかと聞いた。P は答えた。一押し、拝み屋の類もいろいろ回ったけど、これを見ただけで追い払われたよ。あのババアに逃げられたってだけであってももらえないのがほとんどだったけれどな。そう言うと、P は着ていた T シャツを脱いだ。P の体には俺と同じ、おびただしい数の傷があった。産んで深くなったもの、まだあざの段階のもの。P の話だと、俺たちの傷は医者に治せる類のものではないらしい。放っておけば傷はどんどん深くなり、やがては死に至ると。そして、たたりの性質から、普通の拝み屋や祈祷師には手は出せないらしい。だが、P の親父さん、商工会の会長のつてで朝鮮人の起こしたたたりや呪いといったトラブルを解決してくれる始末屋がいるらしい。P はその始末屋のところに一緒に来いという。そこに行けば3ヶ月から半年は戻ってこれないという。俺は迷った。しかし、あのホテルでの出来事や傷のこと、P の様子から俺は腹をくくった。俺は勤め先に辞表を出して、P と共に迎えの車に乗った。その紹介された始末屋がマサさんだった。半年間、俺たちはマサさんの元で過ごし、気を待った。いろいろと恐ろしい思いもしたが、半年後、事件は解決した。事件の解決については、マサさんの元での生活の話を読んでもらわなければわかりにくいと思う。迎えの車が来る前に、俺たちは付き添いのキムさんの用意してくれた黒いスウェットのパンツとトレーナー、サンダル履きの身一つの状態にされた。そしてキムさんの車に乗って出発。高速に乗って二つ先のインターで降りた。車はインター近くの大型電気店の駐車場に入った。キムさんは俺たちに、便所に行ってこい。と言った。車に戻ると後部座席に座らされ、薬を飲むように言われた。睡眠薬だという。俺たちはキムさんの言葉に従った。薬を飲んでしばらくすると睡魔が襲ってきた。
目が覚めた時、俺たちは工事現場などのプレハブ事務所のような建物の床に転がされていた。少し離れたところに体格のいい40代ぐらいの男があぐらをかいて座っていた。この男がマサさんだった。俺が体を起こすとマサさんは無言で冷蔵庫を開けペットボトルの水を渡した。喉が焼けつくように乾いていた俺は、2リットル入りのペットボトルの半分以上を一気に飲み干した。やがて P も目を覚ました。P が水を飲み終わるとマサさんが初めて口を開いた。カンさんから話は聞いている。私の方で調べて状況もわかっている。私の指示には絶対に従ってもらうが、わからないことがあれば聞いてくれ。長い付き合いになる、遠慮はしなくていい。仕事に差し支えない範囲で要望も聞こう。随分と回りくどい連れてこられ方をしたが、何か意味はあるのか？君たちに取り付いているのは一種の疫病だ。そっちの兄さんの実家とホテルの部屋を浄化した水を君たちに飲んでもらった。キムさんの家に泊まって飯を食っただろう？がっちりと取り付いてはいるが、念には念をってやつだ。ふざけるな、なんでそんな真似を。疫病ってやつは案外視野が狭い。取り付いたら人にせよ場所にせよ、それしか目に入らない。君らがキムさんのところにいる間にホテルと実家に結界を結んだ。他に行き場のない生き霊は君たちに取り付いているしかないが、君たちがここに来るまでの道程も、帰る道もわからないように、生き霊にも間の道はわからない。とりあえず呪いもたたりも君たち止まりで、君らが取り丸されない限りは他に害は及ばないよ。家族が助かったんだ、問題ないだろう？あまりの言葉に俺たちは絶句してしまった。問題終わりだろ。言葉を失ってしまった俺たちにマサさんは、服を脱げと言った。もう、まな板の上の恋の心境。俺たちはマサさんの言葉に従った。マサさんはバリカンとカミソリを持ってきて、俺たちの髪の毛と眉毛を剃り落とした。そして、筆と赤黒い酢のような匂いのする液体を持ってきて、腹ばいに寝かせた俺たちの背中に何かを書き出した。乾いた文字を見ると十字型に並べられた5文字の梵字だった。何ですか、これは？耳なし法一の話は知っているかい？平家の亡霊から姿を隠すために全身に経文を書いたのでしたよね。これは俺たちに取り付いた生き霊とやらから身を隠す呪文か何かですか？ちょっと違うね。まあすぐにわかる。この液体は皮膚につくとちょっとやそっとでは落ちないけれど、これから行くところでは護膚が消えると命の保証はできないよ。薄くなったらすぐに書いてあげるから気をつけてね。マサさんは俺たちの髪の毛とシェービングフォームを拭き取ったタオル、着てきた服とサンダルを火の入った焼却炉に放り込むと、腰にタオルを巻いただけの俺たちを車に乗せた。車に乗ると俺たちはアイマスクをさせられた。しばらく走ると舗装道路ではなくなったのだろう。車はひどく揺れた。砂利道に入って5分もしないうちに車は止まった。マサさんは俺たちに、少し待て。と言った。車外からはハンマーで鉄を打つような音が聞こえてきた。実際、長さ50センチ、直径5センチほどの鉄の杭を地面に打ったのだという。鉄杭を打つことで地脈を断ち切り、外界とこの敷地を切り離しているのだという。この敷地にはこのような鉄杭が他に7本打たれている。とマサさんは語った。この敷地自体が一種の結界なのだという。俺たちはこの敷地から一歩たりとも足を踏み出すことを禁じられた。敷地の中には普通の民家と大きな倉庫のような建物があった。民家と倉庫の間に立って、マサさんが敷地の奥の方を指さした。岩の低い崖の手前に小さな井戸のようなものがある。実際それは深い井戸らしい。直径は60センチほどでさほど大きくはない。その上には一抱えほどもある黒くて丸い、滑らかな表面をした、直径80センチほどの天然石で蓋がしてあった。井戸の周りには井戸を中心に、直径180センチの円状に八方に先ほどと同じ鉄杭が打たれているという。マサさんは、井戸には絶対に近づくな、できる限り井戸を見るな、井戸のことを考えるな。と言った。井戸に惹かれるのだという。そして、もし万が一、井戸に惹かれることがあっても鉄杭の結界の中に入るなという。B が、あれはなんだ？と尋ねた。マサさんはこう答えた。地獄の入り口だ。と。季節はまだかなり暑い時期だった。山に囲まれてはいるが、それほど山奥という感じではない。まだ日も高く、日差しも強い。しかし、
この敷地に入って車から降りた時から何かゾクッとする寒気のようなものを感じた。さすがに、俺にも P にもわかっていた。この土地の寒気の中心があの井戸であることが。まあ、この時には聞かなくてもわかっていたのだが、俺はマサさんに聞いた。背中のゴフはあの井戸の中身から俺たちの身を守るものなのですね。そうだ。けれども、あの井戸があるから、君らについた悪霊も君たちに手出しすることはできないのだ。君たちを取り丸して、結界の中で一瞬でもあの井戸の前にさらされれば、たちまち取り込まれて、井戸の中の悪霊と一体化してしまうからね。井戸の悪霊は君たちの中の悪霊を取り込もうとして引きつける。一緒に引き込まれないように気をつけてくれ。民家はマサさんの居宅だった。家の中で俺たちは藍染めのサムエのような服を渡されてきた。マサさんは妙に薬臭いお茶を飲ませてから俺たちに言った。その傷をなんとかしなくちゃな。傷のことを言われて初めて気がついたのだが、不思議なことに、このまがまがしい土地に入ってから、あれほど痛んだ傷の痛みはそれほどでもなくなっていた。俺はそのことをマサさんに話した。B も。実は俺もだ。と言った。マサさんは言った。本来、霊には生き霊も死霊も生きている人間の肉体を直接傷つける力はない。ほとんどが怖い雰囲気を作るだけ。相当強い念を持った霊でも幻影を見せるのが精一杯なのだ。という。たたりで病気になったり、事故に遭ったりするのはたたられた人間の精神に起因する。雰囲気に飲み込まれた人が抱いた恐怖心が核になり、雪だるまのように負の想念が大きくなって、そのストレスにより精神や肉体、あるいはその行動に変調をきたした状態が霊障と呼ばれるものの大部分なのだ。という。こういった霊障のお祓いは、いわゆる霊能力者や正しい儀式でなくとも、お祓いを受ける被験者に信じ込ませることができれば誰にでもできる催眠術の類らしい。しかし、俺たちの場合は違うのだという。マサさんは俺が雪に切られた晩の話を聞き、ホテルの部屋を確認したという。そして、フローリングの床を確認した。雪が刀の切っ先をめり込ませて作った傷があり、俺が投げたライターか灰皿が当たってできたであろう部屋の入り口のドアの小さな凹みと、塗装の剥がれも発見したという。出しっぱなしになっていたシャワーや小便の水たまりがあった話から、俺たちの傷はいわゆる霊体に負荷で覆わされ、それが肉体に反映したものだと判断したのだという。あの晩の出来事も、B の体験も夢ではなかったのだ。そして、そのことから、俺たちの霊体を切った生霊の背後には、神とでも言うべき霊格の高い存在がついているのがわかるのだという。でなければ、肉体に外傷として現れるような負荷でを、生きた人間の霊体に負わせることは不可能なのだ。こういった霊格の高い存在が背後にある場合、祟られたのが朝鮮人の場合、極例外的な場合を除いて通常の除霊も除霊も不可能なのだという。朝鮮人は神の助力を、特に日本国内では得られないのだという。子や家ではなく、血族を重視する朝鮮人は、祖先の前号も悪号も強くその子孫が受け継ぐのだそうだ。朝鮮は遥かな過去から大陸の歴代王朝や日本の支配を受けてきた。そして、同族を蹴落としながら支配者に取り入りつつ、その支配者に呪詛を仕掛け続けてきたのだ。根という朝鮮人の神聖を表す言葉は、朝鮮人の宿号でもあるのだ。自らを神として奉る民族や国家、王朝を呪う者に助力する神はいない。そのような者への助力を頼めば逆にその神の逆鱗に触れかねない。B が、お祓いを頼みに行った祈祷師たちにことごとく拒絶されたのはそのためだったらしい。まあ、そのおかげで私の商売も成り立つのだけどね。とマサさんは笑った。朝鮮人を守ってくれる神様はいないのですか？と B が聞いた。マサさん曰く、神の助力を得るには長い時間をかけた信仰ってやつが必要なのだそうだ。いや、長い時間を重ねた信仰が神を作ると言ってもいい。朝鮮は支配王朝が変わるたびに文化を変え、信仰まで変えてきた。しかも、同族同士で呪詛を掛け合ってもきた。民族の神がいないわけじゃないけれど、その霊格は高くなりようがない。儒教は厳密な意味で宗教ではない。キリストは神だけれど、孔子は神ではない。日本や中国と同じ神仏の偶像はいっぱいあるけれど神にはなっていない。だから朝鮮では、生贄を利用する孤独のような呪詛、地脈や方位を巧みに操って大地の木を利用する風水が発達したのだという。
そして、民族全体が共通して信仰する霊覚あるいは神格の高い神を持たないがゆえに、生きた人間が神を占称し、時に多くの民衆の信仰を集めてしまうのが朝鮮の病兵なのだ。朝鮮人はある意味、異常な民族なのだという。話は戻って、なぜ俺たちの致命傷とも言える霊体の傷は、このまがまがしい土地で癒えつつあるのか？マサさんは、私の推測も入るが、と断りつつ語った。俺たちについている悪霊を生き霊と判断したのは、マサさんにつなぎをつけてくれた商工会の調べで、あのラブホテルのある土地の元の住人を探し当てたからだ。あの土地に住んでいた住人はバブル期に作った借金が元で、抵当に入っていた不動産を失った。その家は江戸時代から続く旧家だったらしい。建物を取り壊した工務店の話では、祠や神社の類はなかったが、家の中に立派な神棚があったらしい。建物は抵当割れで解体費用も出ず塩漬けされ、B 家が買い取りラブホテルを建てるまで放置されていたそうだ。そして、住人は意外なところにいた。その家のすぐ近所の賃貸マンションに、元の持ち主の一人娘が住んでいた。娘は両親が死亡する前に連帯保証人となっており、多額の借金を返すために、なんと P 家の経営する風俗店で働いていたのだ。女のマンションの部屋からは問題のラブホはよく見えるらしい。マサさんは、あくまでも推測だが、おそらく、その女の家では神社か祠を代々祀っていたのだろう。刀を祀った祠だったのではないか？それが風水害や地震、戦災などで失われ、女の両親、あるいはそれ以前の代の家の者の手によって神棚に移し替えられ祀られていたのだろう。その刀ないし神は長い年月をかけて祀られ続けることで、その家の守護神となっていたのであろう。生き霊として俺たちに封じられている娘は、俺たちが死ぬと井戸の悪霊に吸収されて確実に命を失うだろう。そうすれば他に祀るものを持たない、祠や神棚といった形も失った守護神は、時間の長短はあってもやがては消え去ることになる。また、本件においては守護神と生き霊が一体化しているようにも見える。そうすると娘の霊と共に井戸の悪霊に飲み込まれる可能性もある。それを避けるために俺たちの傷を癒した。俺たちの傷は守護神の力によるもの。治すのは造作もないと。マサさんの話の宗教観ないし心霊観は正直、俺にはピンとこなかった。ここに書いた話も正確に再現できているのか心もとない。ただ、傷が楽になってきているのは確かなので、そんなものなのか、そんな考え方もあるのだなと思った。マサさんの話では、うちの傷が治っても外の傷はそのままでは治らない。そのまま放置すると井戸の影響で外の傷から内を侵されてしまう。傷は早急に治さなければならない。マサさんは家の表に出て一斗缶の中に火を起こし、鉄の中華鍋のようなものを炙り始めた。やがて鍋が焼け、鉄の焼ける独特な匂いがしてくると、鍋の中に白い粉末を入れた。石臼でこすった塩らしい。それを一斗缶の火が消えるまで何かを唱えながら混ぜ続けた。火が消えると黄色い粉末を一つまみ塩に振りかけた。硫黄だという。鍋を缶から下ろすとペットボトルに入った水を鍋の中に注いだ。塩の量が多くて全然溶けきっていなかった。マサさんは俺たちに、服を脱げ。と言った。猛烈に嫌な予感がした。そして、予感は的中した。マサさんは、手ですくった塩を俺たちの傷に塗りつけ、ものすごい力でこすりつけた。湿って乾ききっていないかさぶたとも海の塊ともつかないものが剥がし取られた。ひどく染みる。焼けるようだ。傷の数も面積も大きい P は目を真っ赤にして声も出せないようだ。マサさんは鉄鍋の中身がなくなるまで交互にすり込み続けた。その晩はヒリヒリと痛んで眠ることもできなかったが、あれほど治らなかった傷は3日ほどでかさぶたが張り、さらに1週間ほどで綺麗に治ってしまった。マサさんの話によると、死霊や自爆霊といったものは、鉄杭で七方の地脈を立って、一方向を開けて、霊格や神格の高い神社仏閣との間の地脈を開いて繋げることで、一年ほどで浄化されてしまうらしい。浄化された土地に、お寺からもらってきたごまや線香の灰や神社からもらってきた水を撒いて、鉄杭を抜けば普通の土地になるらしい。呪詛には呪詛返しの方法があり、生き霊は、祟っている方か祟られている方のいずれかが死ねばそれまで。なんだかなぁ。
いろいろ方法があるらしいが、人形などの身代わりと火を使う方法がよく使われるのだという。このあたりは日本も朝鮮もやり方は大差ないらしい。もともと、日本の神道の形式と朝鮮の呪術や儀式の形式は、よく似たものが多いのだそうだ。故に日本の祈祷師や拝み屋と朝鮮のそれは、素人目には区別がつかないことも多いのだという。俺にはどちらもよくわからないのだが。生き霊が場所につくというのは比較的、珍しいらしいのだけれども、多くの場合は蒸気の自爆霊に用いた方法と、人形を用いた方法の合わせ技で浄化できるのだそうだ。いずれにしても、これらはマサさんの仕事の範疇ではないらしい。マサさんが扱うのは、儀式を踏まないで神社や祠を破壊して神を怒らせてしまったり、盗まれてきた神社のご神体や寺のご本尊を知らずに買ってしまって、一族が根絶やしにされるようなたたりを受けた場合だそうだ。話を聞いたとき、そんな罰当たりな真似をする奴がいるのか?と聞いたら、朝鮮人には神社仏閣に盗みに入って盗品を売りさばいたり、神社や祠に火を放ったり破壊したりする輩が今でも少なからずいるそうだ。自分の中に神を持たないゆえに、他人や他民族の宗教や信仰に対する配慮や、その対象に対する恐れに著しく欠けているのだという。恐れのあるなしに関わらず、そんな真似をすれば日本人でも地獄行き確実で救いようがないけれど、先日書いたように高位の神の助力が得られない朝鮮人の場合はさらに深刻で、一族すべてが祟られて耐えてしまう危険があるらしい。一族を絶やすようなレベルの祟りになると地脈や鉄杭を用いた方法では、上界前の沈める段階で100年、200年といった時間がかかってしまうし、一族に祟りが行き渡り耐えてしまう。特に祟りの元となったもの、祈りや信仰の対象であったものを物として金で買うという行為は、非常に強い祟りとなるそうだ。霊力の高い品物だと移動する先々で祟りを振りまき、売買されることによりまとった汚れにより、非常に性質の悪い悪霊となってしまうのだそうだ。だから、出所不明のアンティークの品物、特に宗教に関わる品物は売り買いしない方がいいらしい。マサさんが祟られ屋だというのは、金銭やその他の対価を受け取って儀式、内容はわからない、を行い、その一族の代わりにマサさんの一族が祟りを受けるからだ。マサさんと霊の井戸は繋がっていて、マサさんを通して井戸に送り込まれた祟り神は、祟りや呪いだけを井戸の悪霊に吸い取られ、結界の外に拡散してゆくのだという。井戸の中にはマサさんの父親の遺髪と血、マサさんの髪の毛と血とへその緒が入っているらしい。これは聞き出すのに苦労した。鉄杭の結界は神や清いものは外に通すけれども、汚れや悪霊は外へは通さない、外からは引き寄せているらしい。簡単に言うとそんな原理らしい。マサさんがピーと俺を呼び寄せたのは、ピーの一族、父方は朝鮮半島にいた親類縁者が朝鮮戦争で死に絶えてしまっており、ピーは一人っ子で、ピーが死ぬとピー一族が絶えてしまうかららしい。母方の一族、嫁いで家を出た女は関係ないそうだ。俺がピーと同様に呪われた原因は、ピーからたたりに関連して金銭を受けたことによるらしい。ただ、事故や病気、癌や心筋梗塞、脳一血といった形ではなく、外傷という形で現れた非常に稀なケースらしい。そして、生き霊と女の家の守り神がどうやら一体化しているらしいこと。神の霊力も強いが、生き霊を飛ばしている女の霊力が非常に強いらしい。しかるべき修行をすれば、テレビに出ているインチキ霊能者が束になってかかってもかなわないレベル。その霊力ゆえに神と一体化したとも言える。B 家に売り込みに来た祈祷師のおばさんも、市政にいる祈祷師、霊能者の中で、彼女よりも強い霊力を持つ人は10人いるかどうかというレベルの力を持った人だそうだ。ただ、傷を受けた原因は俺と P の個人的要因もある。俺は雪と何度も交わることにより精力や気を極度に浪費していたこと、P は深酒をして隙も抜けていないような状態で、しかも寝不足で、俺と同様に非常に気の力が落ちていたことだ。俺たちのように極端な例は稀だが、薬丸や大量のアルコールで精神のコントロールや気力が下がった状態、行員によって精力を浪費した状態で心霊スポットなどに足を踏み入れることは、祟りや憑依を受ける危険や可能性が非常に高くなって危険なのだという。俺の拙い文章に付き合ってくれてありがとうね。マサさんのところで起こった出来事や、マサさんに聞いた話を書きながらだと、この話、いつまで経っても終わりそうにないので、傷と女の話に話を絞って書きます。
それでも長くなるけれど、他の話は別の機会に書きたいと思います。もう少しだけお付き合いください。マサさんの話によると、息量を飛ばすということは、精力や気といった生命力をひどく消耗するらしい。毎晩フルマラソンを走るくらいの負担が心身にかかり、確実に本体の命を削り取っていくのだという。普通の人ならば、一月で体調を崩し、三月もすると回復不能なダメージを負ってしまうのだそうだ。しかも、これは毎晩息量を飛ばす場合、本体に息量が戻ることで、息量の霊力も本体の生命力もかなり元に戻るらしい。それでも、削られる生命力は深刻らしいのだが。だから、結界内に息量を閉じ込められて、本体に戻れなくされた女がどんなに強い霊力の持ち主であっても、そう長くは持たないはずだったらしい。しかも、女の息量はあの井戸に少しずつ吸い取られていて、消耗のスピードはさらに早まるはずだった。はじめ、3ヶ月から半年という期間を示したのは、B と俺にシャバから離れる覚悟を持たせるのと、元いた生活に心を残させないためだったらしい。傷が治った時点で、ほぼ全てが終わる予定だったのだ。しかし、傷が治ってきた時点で話が変わってきた。女の息量が消えないのだ。女の息量と一体となっている守護神は、女の霊力を強めてはいても直接生命力を強めることはないそうだ。女はとっくの昔に生命力を使い果たし、霊力を井戸に吸い尽くされて命を落として、井戸の中身の一部になっているはずだったのだ。悪霊が消えない限り俺たちを結界の外に出すことはできない。しかし、どうやら先に俺たちの方が危なくなってきたらしい。背中に書かれた五符の力で守られてはいるが、マサさんが、引き込まれるな。と最初に注意したように、俺たちもまた井戸に霊力や生命力を削り取られているのだ。事実、70キロ台だった俺の体重は60キロ前後まで落ち込んでいた。Pの痩せ方はもっと激しく、100キロを超えていた体重が70キロを割りそうな勢いだった。このままだと息量が消える前に俺たちの方が先に命を落とす。しかも、この地で死ねば俺たちの魂は井戸の中身の悪霊と一体化してしまうというのだ。マサさんのところに来てからは連日連夜、恐ろしい思いをしていた。すべてがあの井戸絡み。命を落とすのは、まあ我慢ができる。嘘、絶対に嫌。しかし、あの井戸の中身になるのは死んでも嫌だ。俺たちは悪霊との持久戦に入った。俺たちはマサさんの元で気力、精力と霊力を高める初歩的な修行をさせられることになった。これは、完全に予定外だったらしい。このため、俺たちは一生この手の霊体験からは逃れられない体質になるらしい。身を守る方法は教えてもらったけれどね。サービスだそうだ。修行の内容などについては機会を改めて書きたいと思う。3ヶ月目に入った時、マサさんもさすがに焦ってきたらしい。いくらなんでもこんなに持つはずがないと。男と女では体の作りが違うように、気の性質も違うそうだ。セクースした時に男は気力や精力を放出し、女は本能的に男から精力を吸収しているそうだ。これは他の動物も一緒で、最も極端な例は交尾の後にメスがオスを捕らえて食べてしまうカマキリだそうだ。子供を体内で育て、あるいは卵を産むメスの普遍的な本能。セクースした翌日、男はぐったりしているのに、女は元気が良くなるのはこの精力のやり取りによる。おまるにで1日4、5発抜いても平気なのに、女と一発やっただけで翌日ぐったりしてしまうことがあるのはこのせいか、と妙に納得した。それゆえに女は男よりも霊力も生命力も強く、息量や幽霊の類も女の方が圧倒的に多いらしい。ただ例外もある。女は絶頂を迎える瞬間だけ気の方向が吸収から放出の方向に変わるそうだ。この瞬間に女の気を吸収する技法が存在する。マサさんによると、金丸まで女の気を吸い取る。らしい。精気を吸い取られる瞬間に感じる快感は男女ともに非常に強いものらしい。確かにオマルーによりセクースで行くときの方が気持ちいいよね。その快楽は時に人を虜にする。色状況とは、元々の精力が強い人が、精力を放出し吸収される快感に囚われた状態であるらしい。話を戻そう。マサさんは女の生命力が尽きない理由は、女が風俗嬢として毎日、数多くの男と交わっているからだと考えていた。しかし、たとえ毎日10人以上の男と交わっても、
これほどまでには持つはずはないのだという。これは、ある種の行や技法を用いて数多くの男から勢力を奪い取っていると考えなければ説明がつかない。しかも、これほどのレベルで勢力を吸い取られた男は一度で体を壊し、それでも快楽に囚われて命を落とすまで女の元に通い続けるだろうと。しかし、そうなると、これは恨みや呪いの念により無意識に飛ばされる生き霊ではなく、意識的に相手を呪う呪詛の範疇なのだという。だが、俺たちについているのは生き霊であって呪詛ではない。俺たちがマサさんのところに来て半年が経とうとした時に、マサさんは俺たちに言った。これから女のところに行く。と。俺に。女のところに一緒についてこい。と。俺はマサさんにそれは危険なのではないかと言った。悪霊はかなり弱くなっているが、本体に戻れば相手の霊力、生命力から考えて元の木阿弥になってしまうのではないかと。俺、取り丸されちゃうよ。マサさんは言った。B は、自分と俺の払いのために二人分、2000万円の金をマサさんに支払っている。俺を事件に巻き込んだのは B だが、金を出すことで B は俺に対する義理を果たし、この事件に関して俺に対する因縁は消えている。しかし、俺はマサさんに金を支払ったわけではなく、マサさんに対する借り、因縁が残っているという。場合によっては命を落とす危険もあるが、因縁を消すためにも協力してもらうとマサさんは言った。B はマサさんと俺が女に会いに行って帰るまで、道場、敷地内にあった倉庫のような建物で、柱に錠と鎖で繋がれた状態でこもることになった。井戸に引きずり込まれないため。俺は半年目にして初めて敷地の外に出ることになった。門の外にマサさんの車がある。俺は手渡されたアイマスクをして、目を閉じて結界を越えた。粘りつくような、厚いビニールの膜を押し破るような強い抵抗を感じた。マサさんに習った技法に従って、丹田から両手に気を集めて熱を持たせ、その手で膜を破って俺は結界の外に出た。結界の外に出た瞬間、俺は意識を失った。気がついた時、俺は車の中だった。運転しているのは息に付き添ってくれたキムさん。頭がガンガンする。ひどい船酔いをした時のように目が回って気持ちが悪い。超速を試みたが全く効果がない。今にも吐きそうだ。俺はマサさんに渡されたビニール袋に大量に吐いた。吐いた後、しばらくすると鼻血が出てきた。もう少しだから我慢しろ。とマサさんが言う。キムさんがマサさんに。この兄さん、持たないんじゃないか。という、マサさんが。一通りのことはできるから大丈夫だ。手伝ってくれ。と答えた。やがて車は狭い空き地に着いた。車が一台止まっている。息に乗ってきたキムさんの車だ。若い男が車外でタバコを吸っている。キムさんに指示されていたのだろう。2リットル入りのミネラルウォーターのペットボトルが2本入ったビニール袋をマサさんに渡した。マサさんはボトルの中身を捨てると神社の階段を登っていった。キムさんは、俺を神社の階段の前の石畳の上に寝かせ、頭頂部と胸に手を当てて、半年間毎朝行ってきた瞑想と呼吸法が合わさったものを行うように言った。キムさんの手を通じて頭から冷たい気、胸からは熱い気が入ってきた。やったことがなければわからないが、両手に霊、熱両方の気を通すことは非常に難しい。俺や P などは熱は作れても霊の方はほとんどできない。キムさんも俺たちと同様の修行をしたことがあり、おそらくは今でも継続していて高いレベルにあるのだろう。しばらくするとマサさんが水の詰まったペットボトルを持って階段を降りてきた。どうにか落ち着いてきた俺は一本目のペットボトルの水を鼻から飲み込み、限界まで飲み込んだら吐き出すということを3回繰り返した。二本目のボトルの水は、マサさんとキムさんが、俺の全身に吹きつけた。それが終わると俺は階段を登って神社の境内に入り、激しい呼吸、瞑想法を行った。三時間ほど続けると俺は完全に回復した。若い男が用意してあったジーパンと T シャツ、パチモノの MA1 のジャンパーを着て車を乗り換えて俺たちは出発した。キムさんの家で丸3日休み、俺とマサさんは女のマンションの部屋に向かった。女はここしばらく出勤していないそうだ。女の在宅はキムさんの方で確認済みだった。マサさんがインターホンを鳴らす。訪問は伝えてあったのだろう。女は俺たちを部屋に招き入れた。女はやつれていたが、かなりの美人だった。
ちょっと地味だが清楚で上品な雰囲気。とても風俗で働くタイプには見えない。やつれて憔悴してはいたが、目には強い力があった。非常に綺麗で澄んだ目をしていて、見ているだけで引き込まれそうな魅力がある。凄まじい霊力を持っていると言われれば納得せざるを得ないものがあった。しかし、この女からは人を恨むとか呪うといった邪悪なものは微塵も感じられなかった。ドアを開けた時女はぎょっとしたような顔をしていた。マサさんと話をしている時も俺のことをしきりと気にしている様子だった。思い切って俺は女に理由を尋ねてみた。女は震える声で語った。女の話では、ホテルが建ってしばらく経った頃から、昔住んでいた家の夢をよく見るようになったそうだ。家の中には幼い自分一人しかいなくて、家族を探して広い家の中を歩き回るのだという。そして、いつの間にか目が覚めて、涙を流しているのだという。ある晩、ひどい悪夢を見たそうだ。風呂場と自分の部屋で繰り返し、何度もレマルクされたのだという。夢と現実の区別がつかないほどリアルな夢だったそうだ。気がついた時、自分の手に刀が握られていたそうだ。彼女は恐怖と怒りや憎しみで我を忘れて、彼女を犯した男を切り丸したという。その男が俺だったというのだ。それ以来、彼女は毎晩悪夢に襲われるようになった。客についた男たちが彼女をひどいやり方で襲ってくるのだという。彼女が恐怖と絶望の絶頂に達した時に手に刀が握られていて、彼女は恐怖と怒りに駆られて、我を忘れて刀を振るったのだという。しかし、その悪夢は一月ほどすると見なくなったという。その代わりに急に体調が悪くなり、仕事中にぼーっとして、接客中の記憶をなくしてしまうことが多くなった。生理も止まってしまったらしい。また、彼女はしばらくすると新しい悪夢を見るようになったそうだ。目の前に小さな男の子が二人いて、自分はいつもの刀を持っている。そして、鬼の形相の亡くなった父親が、彼女を棒や鞭で叩きながら目の前の子供を切り丸せと責める。父親の責めに負けて刀を振ろうとすると母親の声がしてきて止められるのだという。マサさんは女に、あなたのお父様は自丸なさったのではないですか？お母様もその時に一緒に亡くなられたのではないですか？と尋ねた。マサさんが言う通り、彼女の両親は彼女の父親の無理心中により亡くなっていた。彼女の父親は朝鮮人に対して激しい差別意識を持って嫌っていたらしい。しかし、彼女の父親に金を貸したのは在日朝鮮人の老人だったそうだ。彼女の祖父に戦前世話になった人物で、破格の条件で金を貸してくれていたそうだ。バブルの絶頂期、手持ちの株などを処分すれば、それまでの借金は十分に返せたという。彼女の母親も強く返済を進めていたそうだ。しかし、彼女の父親は、朝鮮人に金を返す必要などない。家族のいないじいさんがくたばればチャラだ。と借金を踏み倒す気でいたらしい。彼女の父親の話は聞いていて胸クソの悪くなる話ばかりだった。彼女も母親は慕っていたが父親のことを嫌っていたようだ。バブルが弾け彼女の家の資産は大きなマイナスとなった。マイナスを取り返そうとした父親は悪あがきをしてさらに傷口を広げた。金策が尽きた父親は老人にさらなる借金を申し込んだが、断られた。その過程で彼女も借金の連帯保証人となった。彼女の父親は娘を連帯保証人にしても当たり前で、借金を断った老人と朝鮮人を呪う言葉を吐き続けたそうだ。間もなく老人は亡くなり、相続した養子も不況の煽りで破産した。老人の持っていた債権は悪質な回収屋の手に渡った。土地や屋敷を失い、それでも残った多額の借金に追われ自丸した彼女の父親の遺書には、恨み言しか書かれていなかったそうだ。彼女は母親の死を知った時、勤務していた会社の給料では借金の利息も払いきれず、風俗で働くことが決まった時自丸を考えたらしい。しかし、その度に母の霊に止められたそうだ。マサさんと俺は彼女の話を聞き、それまでの経緯をすべて話した。マサさんの目は怒っていたが、ふーと息を大きく吐くと口を開いた。これは一種の呪詛ですね。家の代々の守護神を祭神にして、自分の妻を生贄に娘を呪物に仕立てた悪質な呪詛だ。しかも、特定の人物ではなく朝鮮人なら誰でもいいといった無差別のね。さらに、呪詛はあなた自身にも向けられている。お父上は相当な力をお持ちだったようだが、その魂は地獄に繋がっているようですね。
呪詛は呪詛をかけていること、かけている人物が割れると効力を失うそうだ。容易に呪詛を返されてしまうからだ。しかし、本件では呪詛を仕掛けた本人はすでに死んでおり、しかもその力は強い。先ほどから襖の向こう側から猛烈に嫌な気配が漂ってきている。マサさんは女に、奥の部屋に仏壇骸骨がありますね。と尋ねた。女は、仏壇があります。と答えて、襖を開けた。俺は思わずうわっと言った。マサさんの井戸の周りで見たものと同質の、目には見えないものが仏壇から溢れ出てきていた。これはやばい。マサさんは女に位牌と父親の写真を額から出して持ってこいと言った。そして、母親の写真を持って俺と一緒にキムさんの家へ行けという。状況がかなりやばいことだけは分かった。おそらく、マサさんの言葉で呪詛が破られ、悪霊の本体が動き出したのだ。俺は女の手を引いて表で待っていたキムさんの車に乗った。キムさんはすぐに車を発進させた。キムさんはすごいスピードで車を走らせる。片側2車線の大通りの交差点を赤信号を無視して突っ切る。背後の交差点からブレーキ音が聞こえる。信号を3つほど進んでキムさんが車を止めた。結界の外に出たらしい。女の部屋を訪れる前に、俺がキムさんの家で寝込んでいる間に、土の露出した土地を探して、できるだけ形を整えて結界を張ったのだという。市街地ゆえに結界が予想以上に大きくなってしまったらしい。キムさんの家に着くと、俺の腹の中や皮膚の下でうごめく虫のような感覚は消えていた。体が異常に軽い。こんなに体調がいいのは何年ぶりだろう？女の顔も血色が良くなっている。マサさんは翌朝キムさんの家に現れた。マサさんは女に、お母様の供養をしてあげてください。それと、神棚を作って実家で祀っていた神様を大事に扱ってください。あなたのことを守ってくれるはずですよ。と言った。女を家に送って部屋を確認すると、これが同じ部屋かと思うくらいに雰囲気が明るく変わっていた。位牌と女の父親の写真もなくなっていた。父親の霊がどうなったかは聞かなかったが大方の予想はついた。マサさんは道具を整えてもう一度念のための儀式を行ったが、悪霊の類は食い尽くされて残っていなかったそうだ。俺とマサさんは前と同じように車を乗り換えながら P の待つあの場所へ戻った。P の話だと、マサさんが女の部屋を払った晩、井戸から耳には聞こえないが、頭の中に響き渡るような地獄の底から響いてくるような低い泣き声が聞こえたそうである。そして、朝になると体からスーッと何かが抜け出ていったのを感じたのだという。それは、井戸に吸い込まれてはいかなかったらしい。土地と俺たちの縁を切る儀式を行い、俺たちは歩いて結界を越えた。まるで何もない土地であるかのように、今度は何の抵抗も感じなかった。俺たちは、息に立ち寄った電気量販店の駐車場でキムさんの車を待っていた。車の中で、あの仏壇の中身は、今は井戸の中なのですか？ああ。井戸から聞こえた声は？鬼の鳴き声だ。あの井戸の中身もいつかは浄化されて消えてなくなる日が来る。奴らもその日を待ち望んでいる。その日はまた遠くなったけれどな。お前たちについていた悪霊の声なのか、井戸の中にいた者の声なのかは俺にもわからないよ。で、久しぶりのシャバだ。お前たち、何がしたい？酒。女。マサさんは鼻で笑った。キムさんの車がやってきた。俺たちはマサさんの車を降り、去ってゆくマサさんを見送っ